皆さんこんにちは、おむつです。そしてこちらは我が家で飼育しているヒョウモントカゲモドキです。今回の動画はこの子が卵を産みましたので、その卵を産卵床から取り出してプリンカップで管理する環境を整えていくまでの動画になります。今映像で映っているのはエニグマというモルフの女の子です。だいたい3歳か4歳くらいの女の子で、昨年も産卵経験がある子です。今年の3月30日にスーパーハイポタンジェリンの男の子と掛け合わせをして、今回無事放卵し産卵することができました。ちなみにヒョウモントカゲモドキの飼育環境、我が家では比較的簡単な飼育環境になっています。中にタッパーに丸い穴を開けて水苔を入れたシェルターを作っているんですが、だいたいこのシェルターが産卵床の役割も果たしてくれます。今のところキッチンペーパーの上にしてしまったことはないので、結構優秀な産卵床だと思います。ではちょっとハンドリングしながらこの子の顔を皆さんにご覧いただきたいと思います。見ていただくと、この子めちゃめちゃ目の色綺麗じゃないですか。ちょっと色素が薄い女の子、あの橋本環奈ちゃんみたいな目の色してますよね。この子の白い肌にオレンジの綺麗なスポットが入っているところも好きなんですが、個人的にはこの顔面の目の綺麗さにやられました。こちらの子はイベントでブリーダーさんから直接購入をした子なので、餌のやり方とかどんな環境で育ってきたのかということをしっかり聞いた上でお迎えすることができました。おかげでブリブリ元気に、そして産卵もできる立派な体に育てることができました。この子の顔、アップで見てみるとやばくないですか？本当に絶世の美女だと思います。今キュッて目を閉じたのもめちゃめちゃ可愛いですよね。で、この子すごく面白いのが、力を入れて踏ん張る時になんかベロを出しちゃう時があるんですよ。この後ちょっとそのシーン見れると思うので、皆さんぜひご注目ください。わかりますかね？口がちょっと半開きになってきてるの。で、こうやってなんかテアンデイみたいな顔してバタバタするんですよ。なんか本当にイベントとかでずらーっとレオパが並んでいると同じような子に見えちゃいますが、一匹一匹結構性格とか個性ってありますよね。この子の踏ん張る時にベロ出しちゃうっていう個性は、お迎えしてみて初めて気づいた個性ですが、とっても好きです。ではいよいよ本題に移りたいと思います。先ほど紹介したこちらのタッパーの中に水苔を入れたシェルター、蓋を開けてみるとうっすら白いもの見えますかね。水苔を手でどけて奥を掘っていくと、なんと立派な卵が2つ見えてきました。ヒョウモントカゲモドキをはじめとするヤモリはだいたい1クラッチ2個卵を産みます。にしてもレオパの卵ってかなり立派ですよね。最近ベーメカメレオンの卵やクレスの卵、ガーゴイル月光の卵など見てきましたが、レオパの卵が一番サイズが大きいです。手で触ると少し硬くなってきているので、産んでから少し時間が経っているかもしれません。交尾が成功してからだいたい2週間ぐらい、レオパの女の子の食欲はめちゃめちゃ増します。でその後ピタリとご飯を食べなくなるタイミングがありまして、その翌日とか2日後ぐらいにだいたい卵を産み落としてくれます。こうして産み落とされた卵、転がして上下がわからなくなるとどうしても孵化率が下がってしまいます。なのでマジックを使ってこのように卵の向きがわかるように目印をつけます。でこのまま飼育ケースの中でそのまま孵化を待つ方もいるんですが、私は別のプリンカップに移して管理を行っていきたいと思います。こんな感じでシルクワームなどが入っているプリンカップの中に、まずは床材を入れていきます。今回使用するのはレオレオカメレオンファームさんから出ているブリーダーズバーミと呼ばれるものです。このプリンカップの中に何を入れるのかはかなり好みですが、ある程度通気性があってかつ湿度を保てるものがいいと思います。個人的にこのブリーダーズバーミかなり気に入ってます。こんな感じで適量、先ほどのプリンカップの中にブリーダーズバーミを入れていきます。
で、このままの状態だとまだ湿度が非常に少ない状態なので加水をしていきます。もうこの加水は本当にさじ加減、センスな部分ですね。でちょっとこのまま指突っ込むとすごく手に張り付いて嫌なので、私はまずピンセットでかき混ぜます。まあ、ただこうやってピンセットでかき混ぜてるだけだとバーミキュライトにどれくらい水分含まれたかがわからないですよね。なので最後は実際にこうやって手で触ってみて、ほんのりと湿ってるなという感じを確かめます。あんまりびちゃびちゃにしすぎても孵化率下がってしまうみたいなので、ほんのり湿っているぐらいがいいみたいですね。で、卵を落とすための卵ポケットを作って、先ほどマジックで印をつけた卵をこの中に入れていきます。で、見てみると卵2つくっついちゃってますね。産んでからしばらく時間が経っているとこんな感じでくっついちゃうことありますが、割と簡単に外れます。卵破けちゃうんじゃないかなって心配になりますが、意外と大丈夫なので安心して2つは切り離しましょう。結構雑に卵ポケット作りましたが、サイズぴったりですね。こんな感じで2つを並べます。ちょっとプリンカップちっちゃかったですかね。卵は無精卵であったり、途中でダメになってしまうとカビが生えてくることがあります。あまり卵の距離が近すぎると健康な卵にカビが移ってしまうこともあるので、なるべく大きめのプリンカップを使った方がいいかもしれないですね。で、こうして産み落とされた卵、両親が何のモルフだったのか分かるように記載をしておきます。今回はエニグマと SHT スーパーハイポタンジェリンの掛け合わせです。で、孵化日の目安になるようにいつ産卵された卵なのかというのもしっかり記載しておきます。まあ、大体1ヶ月から1ヶ月半ぐらいで孵化すると思いますので、それまで大体28から30度で管理をします。では最後にこのエニグマちゃんのお散歩風景をご覧いただきたいと思います。今天気がいい日に日光が差し込む環境で撮っていますので、かなり綺麗に見えますね。卵を産んだばかりですが元気いっぱいです。で、やっぱり卵を産んだ後はどうしても栄養いっぱい取られてますので、ご飯は食べる限りたくさん与えちゃって大丈夫です。まあ、もしかしたら卵を産み落としたばっかりで落ち着かないのかもしれないですね。普段より運動量が多い感じがします。今回この子が産み落としてくれた卵、孵化しましたら改めて動画に出したいと思いますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。それでは本日の動画を終了します。今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったという方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、Twitter や Instagram もやっていますので、こちらもぜひフォローをお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。